人食いの魚しトリコ、前回の続きからプレイしていきましょう。お、どうしたトリコ。進んでいこうか。うわ、すごいとこだな、これ。どうしたどこ行けばいいんだろう。こっちか、これ、道か。え、これ道か。これ道なのか。ここでいいんだ。よしよし、進んでいこう。いや、これ、ダメじゃないのかな？ん？なんか鎖みたいなのある。あ、途切れてるから、ここはあれか。これを伝っていけって感じか。すげえ、何やってる？絶妙なバランスを保ってるな。てか、あれは誰が積んだんだよ。めっちゃついてくるじゃん。うちの猫みたいだ。ウサギも結構ついてくるけどね。よいしょ。この遺跡、何なんだろうな。昔、あれかな、人がいたのかな。今はどうなの。え、あれ、あんなとこ通ってきたら。トリコちゃん、すごいね。バランス感覚の神だね。乗る瞬間もさ、崩れると思うんだけど。そうでもないのかな。ん？ああ、これか。トリコちゃん、これやって。よし。そんなピタゴラスイッチみたいな。あ、そうそう、うまくいかなかったね。ってことはもうこれ下に行くしかないのかな。よいしょ。お、危ない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 。よし、これでもお前裸足だから怪我するよ。もう足、ボロボロなりそうだけど。ん？あ、ここか。ここの先に？なんかあんのかな？広いな。でもこういう崖んとこに遺跡、あ、でもそうか。なんか宗教的なさ、施設っていうのかな。そういうのだったら結構こういうとこにあるよね。なんか遺構を示すためだっけ。こういうとこにも作れるんやね、みたいな。あれ？来ないよね、さすがに。ん？どこだ、これ。あ、かわいい。かわいい。入れないね。ごめんね。ごめんね、入れないね。あ、こっちか？こっちならいけそう？え、でもなんかもう荒廃してるにもかかわらず、なんでここさ、火が出てんだろうな。そういうのも気になるよね。こっちか？あ、これさっき壊したとこだ。トリコ、おいで。来てる？これ。あ、生きてる生きてる。来んのこれ。来れるかこれ。あんま乗り気じゃなく見えるけど。来る？来れる？大丈夫？おお、ちょっと怖え。ちょっと怖いわ。もう逃げてるようにもう見え。これなんか気になるな。こういうのとかできない？ビリーって。できないのか。こういうのとかさ。
こういうの結構見ていきたいんだよね。あ、あったわ。これだ。そうだよな、あんな細かく、あんな細かくはさすがにないよな。一応見えてて、それをどうにかするみたいな。そういう感じか。よし。よし。ちゃんとこれだ、ご褒美です。どうぞ。お召し上がりになってください。トリコさん。違う。よしよし。この辺とかなんかないのかな？ん？あそこ登れそうだな。他は？他はなす、あ、こっち行けそう。とりあえずこっち行ってみる。なんかあるのはそっちなんだよね。とにかく、ちょっとごめんね。見えないから。あそこもなんかありそうっちゃありそうだけど。とにかくおいで。エリオン。よし。ちょ、そこ座ってて。座れみたいな指示があればいいのにな。よいしょ。ちょ、もうちょっとそこにいて。そこにいて。よいしょ。お、やっぱ登れたな。ここでしょ？で、よし。おお、あったあった。正規ルートは右なのかな？かもしんないな。だって、トリコいないと、多分行けないでしょ。よし。うい、トリコ、行くぞ。うい。食べといて。戻るから頑張って。これでも一人で行けるか。こっから飛び降りたら多分死ぬよね。よしよし。オッケー。で、多分こっちだと思うんだけどな。ほら、待ってるもん。待ってるもの、トリコちゃん。偉いね。やっぱ大きいと賢いんだな。頭も大きいもんな。普通に人間より賢いんじゃない？よし。で、こっちか。あ、鎖がある。あれに飛び移る系？よしよし。このぶら下がるとかのコマンド、逐一出てくるのあれだな。親切だけど、なんか、慣れてるうちはちょっと鬱陶しいな。慣れてるうちっていうか、なんか、プレイの感覚が空いて、忘れたりしたら、結構、いいと思うんだけど、覚えたばっかりだとあれだな。ちょっと邪魔になりつつあるな。よし。これ、え、こんなとこ登れる？エリオン。トリコ、登れるこれ。いやいや、それ無理っすよ、みたいな。顔で見られてるけど。トリコ、いけるこれ。来れるこれ。え、無理って。いけるんだ。なんでもありだな。ちょ。トリコすごい、あれだな。ちょっと周りももうちょっと見たいからさ。いろんなとこにさ、樽があるからさ。ちょっと取っていきたいんだよね。ちょ、見えん。何も見えない。なんか、あれなのかな？樽取った数で、あんのかな？そういう、あれ。あ、あるじゃん。エンディング分岐みたいな。あったらなぁ。よいしょ。あったとしたら、やっぱりグッドエンド目指したいじゃない？うい、トリコ。うい。食べな。成長していくのかな？
いや、そんな短時間で成長しないよね。あ、先生、お願いします。すごい音するよな。バーンって。あ、これはいけないんじゃないか。これどうすんだろう。これ登れる？トリコ先生、登れる？これトリコ先生、ちょこれ いけます？トリコ先生、これだっていけないもんね。俺はとりあえず俺が行けるところを探して、無理だったらもうトリコ先生に乗ろう。トリコ先生、やっぱ無理だよねこれ。あ、あるわ。これか。ここ行けそう。すごいね。道を探すのが得意だね、この子は。なんか、必要にこうトリコを突き放そうとしてる感じがあるけど。トリコおいで。え、っていうか、これ、行けるんだったらさ、全然乗ってくればよかったのでは。そうでもないのかな。すごいな。すごい綺麗なとこだね。え、ちょっと待って、とりあえずここ見たい。ああ、見えない。何も見えない。あれだ、よくテレビとかでさ、旅番組で、天気がいい日だったらね、何々が見えたんですけどね、みたいな。絶景なんだろうな。すげえとこだな、これ。こっちは行けそうにないかな。とりあえずこっち行ってみる。あれ？ここは戻ってきた。戻ってきた？違うよね。さっき、右手に見えてた壁がこれだもんね。この先か？どうやって行くんだこれ。トリコ？あれ？トリコは？トリコ？トリコおいで。エディオン？どうしたんトリコ？おいで、トリコ。どうしたの？ん？どうした？どうした？どうした？なんかいる？あの建物に吠えてたのか。なんだろう。なんか因縁でもあんのかな。あいつらの視覚にこうやられたみたいな、そういう感じかな。おいで。トリコこれ越えれる？越えれる？いけそう？あ、いけ、あ、これならいけるっすよみたいな感じで見てるけど。ちょっと待って、ちょっと待って。飛ぶにして、待って。もうちょっとこう、背中に乗ってるタイミングでさ。ちょっと。危ないな、もう。ん？なんか、すげえ、ウィーンって言ってるんだけど。ん？どうした？トリコなんか見てる？これ？これかい？ん？え？これが嫌なの？あ、カラスみたいなこと？いや、壊せこんな。これでいい？こんなんでいいの？いや、君がいいなら別に、それでいいんだけどさ。とりあえず進んでいく？どうした？なんかあった？なんかいる？大丈夫？
この辺とかも、おーわーいって危な。この辺とかも見とくかい。なんかあんのかな。トリコはなんかちょっと渋ってるんだけど。この辺とか、まあ大丈夫かな。どうした？あ、なんかある。お、あったあった。よし、やっぱ探索とかはもっとしていった方がいいんだろうな。取り逃してそうだもんな、俺もうすでに。これ本当に何食べさせてんだろう。食べさせていいやつなのかな。動物ってあげちゃいけないやつあるんじゃん。食べていいけどさ、食べな。本当にいいのかな。うん、いいよ食べな。ごめんごめんごめん。え、これ別に食べてよかったんだけど。はい、ちょっと食べやすいとこに置いてみたけど、踏まない、踏まないで。ちょ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 、よいしょ、ほら食べな。いいよいいよ、食べて食べていいよ、食べていいよ。パクッとパクッと、どうぞ。いいよ、ちょっと近くにいるのダメ。いや食べて食べて、いいよ。あれ、なんで食べないの。トリコ、いや、あ、俺が呼んだからかな、呼んだからかな。はい、どう、置いたけど、あ、食べた。置いた方が良かった。よし、とりあえず進もうか。トリコ、これ、これどうすんだ。上から出んのか。ぽいな。エリオン。エリオン。おいで。うちの猫があれだな。俺の部屋の扉開けた時みたいなゆっくり加減で来るな。ウサギいるからさ、若干警戒しながら来るんだよね。まだ苦手なんだよね、うちの子。近づくのは近づくんだけどさ。ちょ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 、見えない見えない。オッケー、いけたいけたけど、とりあえず左から見ていこうかな。なんか真ん中から行くとあれな気がする。よいしょ。すごいとこに来ちまっただ。これこっちでいいのかな。すげえとこだな。っていうかちょっと待って、一回、え、これ下降りれるか。え、だい、いや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 、これ下に降りて大丈夫か。いけるいける、よかった。危な、死んだかと思った。これ上いける。これ画面的にさ、こっから後方ジャンプ、よしよし、いけたらしい。とアップの、ん、これどこ行ったらいいんだ。あら、トリコ向こうにいる。とりあえずぶら下がりを使って降りて大丈夫なのかな、これ。
お、あ、これか。よし、下ろせよ。なんかちょっと角が生えた？気のせいか。気のせいだよな。そんなすぐに成長せんわ。あ、ほら、違う、そん、ちょっと掴んで。だあ、これここ置いとくけど食べれる？大丈夫？もうちょっと下がらないと食べれないと思うけど。ペコちゃん、場所が悪いかな。もうちょっと広いところで食べようか。せっかくの子なんだしね。別にいいんだけどさ。別にいいんだけど、俺のご飯はないのかい。さすがにお腹減るでしょ。いった、ドリコ、これダメね。動物飼ってる人多分絶対やらないと思うんだけど、名前で怒るとそれが怒られる言葉だと思って名前で反応しなくなるんだよね。ダメな、いいよ、よし、オッケー。はい、ということでここで一旦区切りましょう。うわ、でかいな。改めてでかいな。ここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。